どうもすすまません平安ステックスの予想になりますこのレースに関してはちょっと予想する必要がないレースというか基本的にアスカのロマンは勝たなきゃいけないレースなんでなので負けたら騎手の責任っていう感じだと思いますなのでその競馬評論家だとか予想家 その辺が馬の能力ということでアスカのロマンを本命にしない場合は馬を見る目がないかなっていうぐらいのレレベルのレースだと思いますね、まあ、競馬なんで何かあるかわからないですし強い馬が負けることはありますしあとは騎手と手が合うかどうかそういったところも関係してきますし飛鳥、まあのロマンを本命にしたんですけれどもアスカのロマンがもし負けた馬券圏,圏内から飛んだということであっても僕の。 その馬の見る目がどうこうとかそれは全く関係ないのであのアスカのロマンを本命にするしかないようなレースですんでっていうところですねでそんな中でちょっと僕はすごい引っかかってるというか気分悪くなっていることがありましてそれはアスカのロマン陣営に緊張感を感じないことですねフェブラリーステークス3着アンタレススステークス2着 まあそんな感じで負けてきてもなんかよくやったみたいなそんな感じになっててまあ今回に関してもまあ別に負けたら次頑張ればいいやみたいな空気がちょっと感じられるというかまあ実際にそうかどうかはわからないんですけれどもなんですけれども。 乗せ続けるっていうのは全然問題ないと思うんですがせめて緊張感クビになるかもしれないっていうような緊張,緊張感を持ってレースに臨むようなそういったようなことが陣営と騎手の間にはあってほしいなっていうふうに思いますねちょっとなあなあになりすぎてる感じが感じられますでなんでそんなことを言うかというとそれは アスカのロマンっていいう馬が素晴らしいからしかです僕は単純にその陣営とかを批判してるということではなくてアスカのロマンがそれだけ素晴らしいということを表現してることです。アスカのロマンっていうのはもう g 1を勝たなきゃいけないレベルの素質馬でもう今回の追い切りなんか見てても本格化してきてて g 1を勝つ準備はできましたよっていう感じですね。なんですけれども なんかその負けてもいいよっていうような G1 馬を扱うとしてはあってはならないような空気そういったものを感じますなのでもう本当緊張感を感じてほしいなっていうふうに思いますね飛鳥のロマンの名誉のため飛鳥のロマンっていう素晴らしい馬の素晴らしい馬のためにはっていうことです僕はやっぱり競馬が好きですし馬が好きですし本当 これだけ素晴らしい馬を見てると気分よくなりますしだからこそこういう素晴らしい馬だからこそ本当それ相応の扱いだとか緊張感だとかあとは結果だとかそういったものを出してほしいなっていうふうに思ってますね。それでやっぱり競馬なのでどんな展開でもどんな騎手が乗っても馬はスムーズに動いてくれるっていうわけではないです。 なのでその例えば競馬の中で反応が悪かったり行きっぷりが悪かったりした時そういった時っていうのは単純に馬が弱いんじゃないかっていう風に判断する人って結構いるんですけれども行きっぷりだとか反応だとかっていうのは機種次第で変わることがありますんでなのでそうですねもしそういった感じで反応が悪かったり行きっぷりが悪かったりあとは伸びきれなかったりした場合そういった場合は。 騎手と手が合わないっていうパターンもあります。よっていうことは考えておいていただきたいですね。まあ、その。まあ、手の合う表現っていう風にしますと、ルメール騎手とかが、もしアスカのロマンに乗った場合ですと。とまあ、9割以上の確率で勝つとは思います。それぐらいの馬ですんでなのでそうですね。緊張感は持ってほしいなっていうところですね。対抗栗のスターを。 この馬はですね、前走、中山でマーチ・ステックスか何かで三浦航生騎手が乗ったんですけれどもこのクリノスター王っていう馬は不器用であとはズブイっていうそういったところがあります。なのでちょっと点乗りだった三浦航生騎手からすると乗り方が難しかったのかなっていうところがあります。なので、で仕掛け遅れでしたね。 で今回はみゆき騎手が乗りますんでみゆき騎手は点乗りではないので言い訳はできないですし、まあ、ちょっと乗り方の難しいような展開になることもあるかもしれないんですけれども基本的には他の馬たちに外から一気に来られたりしないようにあとは前を残しすぎないように早め早めに仕掛けなきゃいけないかなっていうところはありますね。で直線向くまでスムーズにいったらこの馬は本当素晴らしい馬で。 いいいを発揮しししますすんで差しえしたりもするぐらいなんですよねなので,そうです、ね、馬の持ち味を生かしきればっていう感じですねただ飛鳥のロマンは栗のスター王辺りを一気にかわすぐらいのそういったようなコーナーから動いていくこともできますんで飛鳥のロマンは乗り方を間違わなければ栗のスター王には勝てるかなっていうところあります。 クリ,ソライトクリソライトはですねあのこの馬も気難しいですねあとスタート直後に行きたくてもなかなかダッシュが速くはないっていうところがありますなんですけれども今回に関してはある程度花切りたそうな馬とかがいたりとかしてラインルーフとか湘南アポロンこの辺がいますんでなので湘南アポロンなんかは前走 アスカのロマンにマークされる形でそういう厳しい競馬になりましたんで今回はもしかしたら大逃げ打てればっていう感覚でいる可能性がありますよねそういった大逃げっていう感じでマークされにくいような乗り方をする可能性がありますんでそうなってくると、まあ、この辺の行きたい馬たちが縦長みたいな感じでばらける可能性がありますんでそう,なそうなるとその。 クリスライトあたりは馬群がばらけてくれると、スムーズに競馬しやすくなるかなっていうところはあります。まあ、実際にそんな感じになるかどうかはわからないんですけども。で、そうですね。ずるい気難しいだけど、道中引っかかることがあるって言う。ちょっと難しいところがあるんですが。まあ。川田騎手ならある程度動かせますし、ol 機種ですし。競馬。 うまくフィットすすればっていう感じですねトラキシ社長トラキシ社長は上がり馬なんですけれどもまあそうですね道中気分よく走って後方から素足を繰り出すっていう感じですねなので今回も展開が向くかどうかっていうところですね ただそのやっぱり相手が強くなってくると京都コースってなると簡単には前が止まらないことが多いのでなのでそうですね多分後ろから行くとは思うんですが僕がもし指示できるとしたら中段あたりにつけた方がいいですよっていうふうには言いますね。というのはさっきも言ったみたいに縦長になる可能性がありますので縦長ってなると仕掛けどころが難しくなってくるんですよね。が 4コーナーのところで凝縮するんだったらいいんですけれども縦長気味のまま3コーナー4コーナーを回っちゃうと後方にいる間っていうのは動きづらくなりますんでっていうところですねそうなるとある程度中段あたりにつけておいた方が競馬しやすいかなっていうところです全く中段とかから競馬ができないというわけでもないんでなのでそうですね ある程度位置を取っても競馬ができるところはあるかなっていうふうに思ってます。トップディーボ、トップディーボもこれも多分後方から行きますね。まあ、ちょっと追い切り映像がないんで敵がどれぐらいなのかわからないんですけれどもなんですけれども、まあ、前走よりも量化していれば展開次第でハマった場合はあるかなっていうふうに思ってます。なんですけれども。 棋士は多分球団とかそういった位置を取りに行くイメージがないのでなので,そうですね後方から行ってっていう感じでさっき言ったみたいに縦長になっちゃったら届くだけの足はないかなっていうところがありますね。なので4コーナー前後で馬群が凝縮するような展開になるっていうこと前提でっていうふうに。 思ってますどこ吹く風とロアジャルダンに関しては一旦押さえっていう印をつけてペケしてあるんですがこれについてはそうです、ね、回収率を考えたら消してみるのもありかなっていうふうに考えてて、まあ、基本的には生まれんで買うんだったら押さえた方がいいかなっていう感じですね。まあ、基本的にはアスカのロマン単勝っていう形ですんで関係ないんですけれどもっていうところですね。 吹く風の前走はミルコ・デ・ムーロ騎手が乗ってまして東京の方でまあ無謀とも言えるようなまくりをしましてゴール前で止まっちゃったっていう感じでした、まあ、別にその勝ちに行ったということなんでそこまで批判されることでもないんですけれどもなんですけれどもまあ僕はあのレースに関してはまくらない方が良かったかなっていうふうに 思ってましたというのもアポロケンタッキーっていう強い馬がいましてその馬に負け続けてましたんでまあなんか一発狙うっていうことでまくったとは思うんですがその時のアポロケンタッキーっていうのはそんなに調子良くなかったのでなのでどこ吹く風あたりは普通に乗ってれば勝ててた可能性がありましたんでなので。 そうですね、普通に乗って欲しかっ,たなってしかたなというところはありますね、まあ、能力的にはアポロ・ケンタッキーあたりとそこまで差はないのでなのでそうなってくると重症でもそこそこ構想できるレベルの馬ですしとは思うんですがただこの馬もちょっと多少ずるいところがあったりだとかして気分が向かないとあんまりいい末足を繰り出さないというところがあります。 であとはそこまでスパンと切れる足があるわけではないのでなのである程度他の馬たちが止まってくれる展開になるかそれか自分から動いてってそれで勢いよく回ってっていう形じゃないとっていうところはあると思いますねなのでそうですね岩田騎手種に期待するんでしたらもうちょい思い印るし打ってもいいかなっていう感じですねそそんな感じですただその うちの方とか馬群の中とか器用に立ち回れるっていうタイプでもないので広いところを出さないと進んでいかないこともありますんでなのでそうですねある程度ストレスのない進路取りができるかっていうところですねうちをついたにしても前がすごいがら空きとかそういった感じじゃないとっていうところはあると思います湘南アプロン の前にロアジャルダン行きませんロロアジャルダンロアジジャャルルダンはですね、まあ、前々から過大評価されてるっていうことで僕は言ってたんですけれども、まあ、前走あたりでやっと他の人たちもロアジャルダンがそこまで強くはないっていうことを分かってきたかなっていう感じなんですがまあ、ただそのワンペース気味ちょっと。 切れる足があんまりないので他のマツチが止まるような展開とかになりますといいところがありますしあとミルコ・デ・ムロ騎手が乗りますんでなのでそうですね切れる足がないということをある程度終えるということでカバーできる可能性がありますんで展開によっては面白いかなっていうふうに思ってますただロア・ジャルダンはもうちょい出来のいい時がありましたんでその時と比べると 出来としては8部あるかどうかぐらいですんでなのでこの出来でもし勝ち負けまで持ってきたらミルコ・デムロキシュ主君だなっていう感じがありますねすごいなっていうところがありますマジェスティーハーツマジェスティーハーツは能力ランクの方では A ランクにしてるみたいに素晴らしい馬なんですけれどもこれについては芝っていうことですね芝でのランクです ダートはちょっと走ってみないとわからないんですけれども前奏京都近あたりは人気全くなかったんですけれどもマジェスティーハーツはす素晴らしかったですもう本当にいい馬体してるなっていう感じでトップクラスだったんですが後方から足を余したっていう感じですねこの馬についても飛鳥のロマンと同じなんですけれどもなんか陣営がマジェスティーハーツを バカにしてるるところがあるのか別に森棋士乗せるのはいいんですけれどもチャンス与えるのはいいんですけれども緊張感を感をじないですね前はその緊張感あった上で森騎手を乗せてたんですけれどもマジェスティーハーツは重傷で勝ち負けできるレベルの馬ですしまだまだ衰えてないのでなので。 もっったいいいいななてうう感じというかある意味腹立たしいですねこれだけいい馬をこういう緊張感のない形で使っていくっていうのはちょっとっていう感じがあります。なのでもうそうです、ね、一,一流騎手乗せればすぐに G3G2 とかで勝ち負けできるレベルの馬なんでなので。 ちょっとと考え直して欲しいなっていいなうところですね湘南アポロン湘南アポロンはそうですねマーチステークス中山で重賞勝,勝った時っていうのはまあノーマークでスムーズにいけたっていうのが良かったですねまあ松岡騎手がうまく逃げたっていうのもあったんですけども松岡騎手はその逃げに関しては結構いい逃げすることが多いのでなので要注意なんですけれども。 それで今回に関しては他に行きたい馬がいますんで行けるかどうかは分からないんですけれどもまあ行けなくてもだんだんと流所を使ってるうちにクラス慣れはしてきてると思いますんでなので、まあ、2番手3番手でも競馬できなくはないかなっていうところはありますただ瞬発力があるわけではないのでなのでそうですねうまく立ち回れるかっていう感じですね 全くノーマークとまではいかない馬になってきたかなというところありますマイネルクロップマイネルクロップは調子を落としてますねこの馬ちょっと切れる足がないとか器用さがないとかそういったところはあるんですが、まあ、乗り方一つで重症ではというところがあったんですがちょっと今回の出来はよくは見えないですねブライトアイディアブライトアイディアですよこの馬はですね あのー、要注意ですね要注意というか馬の能力的には相当なもんがあると思いますただこのま気性が悪すぎますね気性が悪くて本気で走らないというか前走なんか土崎機種が乗って条件戦圧勝したんですけれどもなんですけれどもその勝ったレースであっても本気で走ってないんですよね 戸崎騎手はもう一流の技術があって丁寧ですし追えるんですけれどもその戸崎騎手でも本気で走らないっていうところがありますんで僕は今回無印にしたのは藤岡雄介騎手と手が合わないんじゃないかなっていうことで無印にしましたただその気まぐれでこの馬が本気で走りましたら勝ってもおかしくないレベルの馬なんで。 そうです、ねあのー、基本的にはこれだけ気性が悪いと能力を出し切れないまま素質が開花しないまま潰れてしまうとは思うんですけれどもなんですけれども、まあ、どっかのきっかけがあって本気で走るようになっちゃったらこの馬は地方交流 g 1ぐらいなら勝てるかなっていうそういったような素質はあると思います。 ちょっと馬体面から、あのー、パドックで馬体見てても分かりにくい意地悪な馬なんですけれどもゴールドアリューズで本当走ってみたらダートがめちゃくちゃうまいっていうタイプですねそんなタイプです素晴らしい馬ですだからタレ馬になってほしいなっていうところはあるんですがっていうところですねラインルーフラインルーフは逃げ先行したいとは思うんですが まあ、マイペースで、ノーストレスでいけたら可能性としてはなきにしもあらずなんですが他の馬たちとまともに競馬をしちゃうとちょっとそこまでパワーとかスピードの持続力とか G3 相手になってくるとっていうところありますんでっていう感じですね恵まれればっていう程度でストロングサウザーストロングサウザーはですね前から気難しいんですよねなのでその 気分よく、あとはごまかしごまかし馬群の中とかで足を溜めれたりとかできればいいところがあるんですけれどもなんですけれども本当走る時と走らない時が極端だなっていう感じですね。まあ、メンバー的にもここに入っちゃうと相当スムーズにいかないと能力を出し切ったとしても勝ち負けまでは難しいのでなのでそうですねうまくいけば 馬券圏内に来る可能性あるかな？っていう程度ですね。田辺騎手に期待するんでしたら、一応押さえておいた方がいいかなっていう感じですね。アムールプリエアムールプリエはちょっと普通だったら印つけたいんですけれどもなんですけれども、ある程度人気しますんでなので。まあ、どっか削るとしたらということで削った感じですね。まあ、基本的にはあすかのロマンの単勝ということですんで、関係ないんですけれどもっていう感じですね。 アムルプリエはアオーディと似てますねなのでそうですね兄に続いてなんかトラブルがあればアスカノロマンを倒せるかもしれないっていう感じですかね、まあ、能力的にも上位56頭に入ってもおかしくないかなっていう馬ですんでなので、まあ、上の方の手広くの方では 重めの印はつけけてるんですけれどもまあそんな中でやっぱその G3 の流れでスムーズに楽に動けるかというとそこまで能力がついてるかどうかは走ってみないとわからないですし基本的にはバラけるだとか縦長になるだとかそういったところでスムーズに運べた方が チャンスは広がるかなっていいう,うに思いますねなので球団とかそういったところに控えてまともに正攻法な競馬をした場合は手応えが悪くなる可能性はあるかなっていうふうに見てます。もちろん展開によっては前が止まるような展開だったらスッと動ける可能性はあるんですけれどもっていうところですね。どういう乗り方をするかどうかはからないんですけれども積極的に前に行ってそれで。 他の馬たちを生かして34番手とかそういったところから競馬をした方が構想できる可能性が高くなるかなっていうふうに見てますサンマルデューク。サンマルデュークはですね、まあ、中山で練習をしたんですけれども、その時っていうのはやっぱハマったところはありました。中山のダートっていうのは両馬場とかになると結構追い込みがハマること、ハマることって多いんですよね。で このサンマルデュークっていう馬はいい馬なんですけれどもあんまりパワーとそうですねスピードの持続力があるっていうタイプではなく、まあ、4コーナーぐらいまでうまくためながら回ってきてそれで直線勝負っていう形で届くかどうかっていうところがありますなのでちょっとメンバーが強くなると頭打ちみたいなところはあったんですがまあでも何層か走ってきて多少はクラス慣れしてますし 馬の雰囲気もまだ悪くはないのですごい展開が向けば掲示板とかあってもおかしくはないかなっていうふうに思ってます。